絶望プリズン。キャー！え？なんだ？キャー！翼さん、こっち見てー！あ、そういう感じか。翼っておったな。結構イケメンそうなやつみたいな。面倒見良さそうなやつじゃなかったっけ？廊下には大勢の女子生徒が集まっている。だと思った。あれ、面倒見良さそうなやつ。そうそう。くんづくで呼んでくれたやつじゃん、お前。スタイリッシュやな、なんか。なんか、照れちゃうな。お前、絶対照れてないだろ、お前。頭の中ではこんなもんだろうって思っとるだろ、お前。弓道部入ってるのね。チャラそうやな。その、洋乱であったのかな。さから、女子にファンクラブができるほど人気。ファンたちからは、お殿様。いや、ミスター目の保養。独特やな。独特のあだ名やな、ミスター目の保養って。お前、確かにそうかもしれんけど。わかりやすいけど。キャー、照れるかも、かわいい。ありがとう。ちょっと、照れやだな。ねえ、つぶさくん。どうしたの？さなえさん。いつもブツブツ何かをつぶやいている。また挙動不審であり、いつも周囲にお気にしているようだ。少し不気味だ。そうだな。なんで目玉つけてんの？こめかみのあたり。これ作ってきたの。え、これっておにぎり？翼くん、これあれやな、ありがとう、後で食べるよって言ってさ、一人ちょっと便所に行ってさ、便所で流してきた方がいいよ。食べない方がいいよ。これ食べて部活頑張って。ありがとう。あ、絶対後で便所で流すんだ、これ。後でちゃんと食べるからね。そうした方がいいぞ、翼くん。キャプテン翼くんじゃないよね。弓道部だからね。私のこだわりの具が生えてくから、楽しみにしてて。何ですか？裁縫用の針ですか？あ、わかったよ。楽しみにしておくね。ねえ、翼くん！わ、出た！メインヒロイン出てきた！わあ、メインヒロイン、俺にとってのメインヒロインも翼くん推しか。せつけくん推しじゃなくて翼くん推しか。くそー。もう出やがって翼くん。あ、静香さん。翼くんは、今から部活？わあ、こんだけさ、なんか、メインヒロイン感出してるからな。なんかこれ、最終章あたりでなんかすごいことやらかしてきそうな気がする。重大な事実を隠し持ってそうな感じのキャラクターだし気がする、俺。西村静香。美術部か。清楚でおしとやかな雰囲気の女の子。クラスの中ではダントツで男子人気がありそうだよーなー。だよーなー。みんなわかってるよなー。こんなのモテないわけがない。ミスモテオ。モテオって男でないか。うん、そうだよ。わ、なにそれ、手作りおにぎり。ああ、これさなえさんにもらったんだよ。ふーん、そうなんだ。ねえ、そんなものよりさ、そんなもの、はい、これサンドイッチ作ってきたの。そんな地味なおにぎりなんかより絶対に美味しいから。あれ、なんかこの言い方、静香ちゃんさ、なんか腹黒キャラっぽいな。なんかちょっと腹黒キャラっぽいな。メインヒロインと思っとったけど、腹黒キャラっぽいですね。でもそこがいいっていう人がいるかもしれないから、俺は否定しませんけど。地味。ありがとう、静香さん。ふふ、どういたしまして。そうだ、翼くん、
この間の件考えてくれた？翼くんにデッサンのモデルやってほしいって話。ああ、あれね。もう美術部の後輩たちが翼くんにモデルやってほしいってうるさくてさ。うん、前向きに考えとくよ。そっか、ありがとう。じゃあまたね。わあ、静香ちゃん。静香ちゃん絶対このさ、これをきっかけにメアド交換しようって考えてるタイプだよ。翼くんのメアドだって5万ぐらいで売れそうだな。あの女。ねえ翼くん。あ、さなやさんまだいたと思う。あー、露骨に対応が違うわこれ。顔やめろお前、その顔お前。あのね、美術部のモデルなんてやっちゃダメだよ。え、どうして？もうこれ以上翼くんが騙されるのが許されないの。僕は騙されてる？それって一体どういう意味だい？とにかく絶対にやっちゃダメだからね。渡さないだちにからばえたのかよ、翼。あ、尾本くん。出た、お前も弓道部だったんじゃ。え、ラップとかしてそうなんやけどな。どっちかって言ったら偏見で言えばラップとかしてそうなんだけどな。あ、部活は弓道で YouTube の方でラップしてます的な人かな。思いっきり偏見ぶつけてるな。クラスではよくボケて周囲を笑わせ、そっち方面だな。最近ダイエットしているらしいが成果は出ていないそうだ。すごいなこいつ、割とすごいな。部活で弓道やってて YouTube の方でラップやってて、クラスでは笑わせる人気者ってすごいなお前。割とクラスでよくボケて周囲を笑わせられる人間ってなかなかおらんのぞお前。お前も高校時代にお前みたいなやつクラスメイトおったぞお前。いいよな翼は。いつも女の子からチヤホヤされて。俺も翼ぐらいモテてんな。もう、尾本君、からかないでくれよ。そんなことより早く部活に行こう。もうすぐ大会も近いんだし。そうだな。あ、そうだ。おい、ルイ、お前も一緒に部活行こうぜ。この子も弓道部？あ、俺は少し用事があるから、それを済ませてから行くよ。そっか、大会前だからマネージャーもルイも気を抜かないでくれよ。あ、マネージャーなんじゃ。なるほどなるほど。そこそこイケメンだがクラスではあまり目立たない存在だ。いつもエプロンをしているのはマネージャーをやっている癖だらしい。確かにどっちかというとモテそうな動画をっていうんかな。イケメンやし、どっちかというと可愛い系なんよな。あんまり主張しないからあんまり目立たんのかな。まあそれもよかろう。もちろん。分かってるよ。じゃあ翼行こうぜ。まあどこの学校でもある風景だよな。確かに。本当にこのクロスは呪われてるのか。イエーイエー、天空星くん。あんまり変わり見たくないやつに絡まれてしまった。わっ、君は確か冬月シロくんだっけ。オカルト部。わあ、来た、オカルト部出てきたぞお前。オカルト部で行動するってことはこいつと行動するのか。あー、先が思いやられるわ。見た目はかなり不気味だが物腰が柔らかく丁寧な喋り方。あ、そうだったっけ。正直そこがさらに怪しさを際立たせている。見た目が怪しい人間ってどんなことやっても怪しいんだな。そういうことだな。こんなタイミングでこのクラスに転校なんてついてないですね。確かに、いや怪しい。このですねの言い方怪しいわ。逆にこんなキラが言ったら余計怪しく感じるわ。え、それってどういう意味。このクラスでは最近ヤバい事件がたくさん起きてるんですよ。
そうなんだ。でも君はなんだか嬉しそうだね。わかります。わ、この顔、この顔されたら割と女やれそうな気がする。女の子のこと落とせそうな気がする、この顔されたら。わあ、お前その瞬間で写真撮られたら割といけるで。お前、僕はこの状況は楽しくてしょうがないんです。この人かなり変わった人だな。実は僕、オカルト部の部長をやってるんです。オカルト部？そうそう、主に怪奇現象を調査する部活です。楽しそうですよね。ワクワクしますよね。脳みそ破裂しますよね。あ、脳裂破裂したらダメ、死んじゃう。そこで突然なんですが、ぜひオカルト部に入りませんか？え？どうしよう、部活の勧誘か。別に悪いようにはしませんって。ただ月に一度みんなで集まって一つの家でお泊まりするだけです。あ、なんかめっちゃ楽しそう。おいおい、シロ、転校生を困らせてんじゃねえよ。ああ、これはキスケくん。あ、こいつもオカルト部か。確かにオカルトっぽいな。わあ、お前のおかげでオカルト部がすごい人気出そうな感じやな。イケメンだからな、こいつ。うん、ベルトちゃんと止めろよ、お前。ベルトちゃんと通せよ、お前。出てるぞ、お前。雰囲気は明らかに陽キャで、少しだけチャラい気もする。きっと女の友達もたくさんいるんだろう。偏見。イケメンだからってそう見てしまう主人公。君もオカルト部なら勧誘手伝ってくださいよ。俺はキスケ、よろしくな。よ、よろしく。ごめんな、うちのシロが最近妙な事件が多くてさ、こいつテンション上がってるんだよ。当たり前ですよ、事件を調査するのがオカルト部の仕事じゃないですか。え、じゃあ事件がない日って何してるの？部室でファミコンやってます。ゲーム部やん。はあ、こうなったらこいつはもう止められないんだ。そんな笑い方でないだろう。ところで信之くん、ぜひ我がオカルト部へ入ってくださいよ。部費でファミコンやり放題ですよ。ゲーム部やん。その後、シロがしつこい勧誘を受け続けた。それでですね、オカルト部の魅力をあと50個あげるとしたら。え、50個もあるの？この話いつまで続くんだろう。キャー！あー、これはちょっと黄色い声援じゃないぞ。姫。またまた事件ですか。縁がちょんみたいなポーズするな、お前。マジかよ。ケイスキ君、早く声がした方に行ってみましょう。たく、しょうがねえな。ほら、信之君も一緒に行きますよ。わかったよ。よっしゃー、行きましょう。声のする方向に行きましょう。あ、そっか、マップか。マップがあるんやな。声どっからしたん？どこだろう？声の場所がわからんけど、近くかな？この辺。じゃないんか。弓道部じゃ。あ、なんか弓道部のメンツが喋りよったけんさ、弓道部に関係する的な話かではなさそう。バレーボール。ボール片付けていきなさい。ボールは片付けていきなさい。ちゃんと片付けてから去りなさい。出しっぱなしはよくありません。球技の神様に怒られます。てか先輩に怒られます。はい、また出しっぱなしで。どこの部室やこれ。体育館、え、体育教官室。乱雑にボール置きすぎだろお前。ここじゃないな。どこだ、
こっちか。なんだこれ。誰だ。変なやつおるぞ。あ、理事長、ごめんなさい。変なやつ言っちゃった。理事長のこと変なやつ言っちゃった。ごめんなさい。うん、トップですもんね。この学校トップですもんね、要は。ここじゃなかった。教室。職員室来ちゃった。誰もおらん。誰もおらんで、ヒントくれ。ヒントは見たくない。ヒントくれ言っちゃったけど、ヒントは見たく、誰これ。あ、教室か。これか。お前らか。あ、違いそうな気がする。なんかブツブツ言ってるわ、怪しいな。この人は、確かクラスメイトの、サナエさんだっけ。なんか、独り言を言いながら笑ってる。そっとしておこう。ここじゃなかったな。あ、キヨコちゃん。この人は、確かクラスメイトのキヨコさんだっけ。机に座って勉強してるみたいだ。真面目。そっか、違うな。あれ、ここじゃない。どこだ、どこだ、どこ、どこから声聞こえた。あ、探してるん。人だかり、グラウンドの人だかりって言っちゃった。全部ヒント見ちゃったわ。グラウンドの人、あ、ここか。あ、よう見たら二人先に駆けつけとんじゃん、これ。あ、めっちゃ人いる。どうした、どうした、お前ら。向こうで人だかりができてますね。早速話を聞きに行ってみましょう。オッケー。物質連か。なんだなんだ。弓道部。弓道部の部室先来たやん。せ、弓道部の部室先来たじゃん、お前。鍵かかってるね。あれは？おや？部室前に人だかりができているようですね。あれは弓道部だよな。翼くん。だ、大丈夫？翼くんか。え？翼、早くここを開けるんだ。翼って、彼のことだよね。どうやら弓道部の部室で何があったようですね。おう、やっぱり弓道部だったか。なんとなく流れがあったもんな。弓道部行こうぜっていうさ、弓道部3人の話からのさ、この展開やけんな。弓道部に何かあったって、そういう流れか。いい感じの構成してますね。だ、ダメだ。鍵がかかってて、開かない。鍵かけてない。あ、そうだ。今日の部室の鍵当番は誰だっけ？あ、そういえば俺だ。お前かい。おい、もうしっかりしてよ、おもたくん。だから君はもう出ないんだよ。それなら早く鍵を開けて。ごめん、弓道場に置いてあるからすぐ通ってくるよ。めっちゃ足速そうな、足取りしてるな、お前。これ。あ、ありがとう。ん？どこだ、翼くん。開いた。大丈夫？翼くん。うわぁ！どうした？重た。体重重た。そんな。おいおい。マジかよ。なに？絞られてるやん。絞られてる上でやられてる。口が縫われてる。おお、返事しろよ翼。返事がない。ただの屍のようだ。そんな。一体だ、誰がこんなことを。イケメンが一番最初にやられた。これは翼くんの人気よ。妬んでるやつとは反抗だな。俺にはわかるぞ。おい、まだ息してるぞ。本当に？よかった。あ、これは、まだ殺してないっていうことは、ちょっとずつ、痛ぶった上で殺そうとしてるな。それだけ恨みがあるってことは、女の子に人気がある翼くんのことを妬んでるやつの反抗だな。翼、
翼、ダメだ、起きる気配がない。出血、口からの出血か。早く保健室に連れて行こう。そうだな。その後、翼くんは弓道部によって保健室に運ばれた。なかなか衝撃的な事件が起きましたね。こんな事件最近よく起こってるの？物騒だよね。警備強化してほしいよね。警察何してんだろうね。口調の悪いなんてマジ痛そうだよな。まさかこれがドッペルゲンガーの。口を塞ぐってことはさ、もう女の子と話すなって言ってるようなもんでしょ。ってことは女の子にモテる翼くんのことを妬んでるやつの犯行ですね。どうやら事件が起きたみたいだな。そうなんですよ、猫彦さん。この声は？どうも、またまた私たちです。ドッペルゲンガーが動き始めたみたいだな。やっぱりこれはドッペルゲンガーの仕業なの？ああ、犯人は2年 B 組の中にいる誰かがドッペルゲンガーだ。あの中の誰かが翼くんを？にゃあ、早く犯人を見つけて退治しないとな。でもどうやって？奴らを退治するには誰がドッペルゲンガーなのか正体を突き止めて、さらに事件を起こした動機まで暴かなければならない。え？犯人見つければとりあえずドーンで捕まえて逮捕で警察売り飛ばせばいいんじゃない？でもそんなこと急に言われても。ドッペルゲンガーは超能力が使えるわけじゃありません。あくまで人間ができる範囲の手口でしか犯行できないんです。そうか。だから名探偵になったつもりで事件の真相を推理してください。記憶を取り戻すためにせいぜい頑張るんだな。そういうわけで、あとはよろしくお願いします。じゃあな。ちょっと待って、名探偵？いい響きですね。また消えた。おい、伸び浮き。ああ、ぼーっとして大丈夫か？うん。さあ、早速オカルト部の出番ですね。もちろん伸び浮きくんも手伝ってくれますよね。やめろお前、そのときめきみたいな女子にモテそうな顔やめろお前。あのお二人が言うには、記憶を取り戻すためにドッペルゲンガーの正体と動機を暴かないといけない。そのためには一人で探すよりもみんなと探した方がいいよな。うん、俺もオカルト部に入って協力するよ。そうですか。だったら入部費用5万円になります。取るのかよ、金取るのかよ、高えよ。やりました、キスケくん。あれこれで3人目オカルト部員、オカルト部の誕生です。3人目、お前ら2人だったんだ。せいぜい後悔しないようにな。ではこちらをどうぞ。何？これは何ですか？これなんか妖怪ウォッチのグッズっぽいやつ。何ですかこれ？オカルト部のオリジナルバッジです。オカルト部はこれをつけるのが義務なのです。え、お前どこにつけてんの？だったらお前どこつけてる？ね、ちょっと、ないよ。ここで見た感じついてないよ。どこ？え、どこ？え、キスケくんもどこにつけてんだお前？立ち絵上どっかついとる感じない？お前ら、作ってみてはいいけれど、なんかダサいなって思って、お前ら義務を放棄してんじゃねえよ。お前ら義務を放棄してんじゃねえよ、お前ら。つけねえと白がうるせえからだ。諦めしかねえぞ。そうなんだ。渋々バッジをつけた。こいつらどこにつけてんだろうな。見当たらんけどな。
いいですね。似合ってますよ。あ、ありがとう。それじゃあ、早速調査を始めましょうか。よっしゃ、済んだ。何せよ済んだわ。アプリ版も好評配信中。てか、むしろアプリ版がメインだからね。